こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちら、横スクロールのアクションプラットフォーマータイニートールをプレイしていきたいと思います。デモ版となっています。ということでやっていこうぜ。今作ね、結構前から情報が出てた作品で、ステージクリア型になるのか、メトロイドバニア系になるのかという、ちょっとね、武器のアップグレード要素などがあるようだったので、まだ実は現時点でよく分かってないんですよね。私ステージクリア型になってるとは思うのですが、ステージクリア型プラスアイテムの強化要素があるタイプの作品だと思われます。この中央にいるのが主人公のトールかな、ソーとかって読まれますけどね、日本だと。翻訳によっては後ろはロキだろうか、お約束のように。さてと、オプションの方はこんな感じになってます。ミュージック、グラフィックと非常にシンプルな作りになっています。で、コントローラーは現在 Xbox シリーズ X のコントローラーを例によって例のごとく使用させていただいています。スクショを撮るボタンも問題なく機能しています。では早速プレイしていこうか。ニューゲーム、 Get ready Birthday Boy。 タイニートールのデモ版へようこそ。今日は彼のトールの8歳目の誕生日です。Please try. そうですね。Guest and enjoy your time. そうですね。彼のゲストとなって、ぜひ楽しんでください。動きがすごくいいですね。こういった木とかを登るっていうアクションを見ると、スーパーファミコン時代の、そうですね、ミッキーの作品があるんですけど、カプコンさんから出てる、そちらの作品とか思い出しますね。ジャンプで倒せる。ハート6。あれ？色が変わったね、主人公。あれか。UI とかないタイプ。ちょっとわざとやってみようか。ですね。なるほど。6ってそういうことか。何もない状態でヒットすると死んでしまうっていうことかな、これは。ソニックでいうところの、リングのような感じでね。ここ、BGM がないから寂しいですね。チェックポイント。これはもしかしたら BGM がやはりデモ版ということもあってまだないのかもしれないですね。クリスタルは通貨になってるのかな？右上に出ていますね。集められる量が。なるほど、落ちてしまうと。少々 BGM が鳴り始めましたが、壊せるんだね。そんなに BGM でもなってないな。敵を倒したから何か入手っていうわけでもないのか。お、これ別クリスタル。一定数集めると、このステージのでっかいリングが出現して、カオスエメラルドが入手できるようになるとか、そういうことはないのか。なるほど。これ、どういうことか。そして、ジャンプ。なるほど。操作性がすごくいいですね。これはだいぶ練られている感じがありますね。非常にクオリティ高いです。これ、登れないのかな？ジャンプとか、この重量感とかが、やっぱりその横スクロールアクションでゲームによって違うんですが、それがよく練られている感じ。ドット絵も綺麗ですね。こんにちは。 My little birthday boy, not so tiny anymore, hmm? トール、Your dad has a big surprise. 父さんが、トールって名前だけど、本物じゃないの。でもオーディンっぽい人だな。My son。我が子よ、もう8歳、8年目の誕生日だとは信じられない。こっちへ来て、ハグさせてくれと。ミョルにいる。ボールとエロミニョルにいる。なるほど、これ取れるんだね。特に説明はなかったけど、パッと見てなんとなくわかる。なるほど。あんな変な工夫いらなかった。ただ投げればよかった。もう一回ボタンを押すとすぐ戻ってきますね。なるほど。こうか。なるほど。なるほど。面白いですね。
これを使用したパズルが今後出てくるということなんだろうな。あ、なるほど、あれはさすがに取れないと。水は落ちた時点でアウトなのだろうか。非常にスペシャルな音と、あんなところに全然気づかなかった。ある程度はちゃんと当たらなくてもクリスタルでいいのかな、は入手できるようですね。敵でも当たると弾いちゃうので、軌道にはハンマーの軌道には気をつけた方が良さそうですね。なんか取り逃してるやつあると思うんだけど、このままいきましょうか。なるほど、あれは弟のロッキーか、実際に分からないんだけど誰だかね。やっぱりある、あれだ、俺いかそそのかされてた感じがありますが、飛ばしてスプレーして、これはワープ ?Where's the boy? Level 1 clear ですね。ステージクリア。あ、先に何かあったっぽいんだよな。クリーピークローラー、不気味な這いずるもの。ああ、そう、こういうことかな。あ、ダメだった、違うのかな。こちら、あっちを見ずに、あっちを見ずに倒さねえダメっていうパターンだと思ったんだけど違うみたい。ほう、あれはどの位置かな。あ、下ボタン押すだけでかな。まあ全的なね、何かあるだろうなって思ったので、どちらにしろどちらにしろ、ここ多分普通にやってても見えた、この位置は。うん、どうなのかな。ほぼ確実に壁に当たるので、これはいい誘導入ってますね。こういう、壁が貫通するっていうのは、隠された壁があったりとかっていうのは、横スクロール、こういうプラットフォーマーかをあんまりやったことがない人だと、わからない人はわからないので、それをしっかりと入れてるのいい感じ。そう、やっぱりこうやって倒すのか。要は俺があっちの方を向いていなかったら、あのカタツムリたちは隠れないので、私がね、あっちを向いてなければ隠れないので、水は落ちた時点でアウトか。 OKOKOK。 あ、 HP がなくなっちゃって、メモ版だからなのかどうかは不明ですが、うん、そうだね、途中で取ったクリスタルは取りっぱなしだ。 OK。これは武器のアップグレードとかがあるらしいから、2段ジャンプ欲しいですね。これは厳しい。これは取らないと、ちょいちょいジャンプで。よし。これは昔のプラットフォーマーやってる感覚。本当にジャンプがギリギリ。結構ギリギリです。これは楽しいですね。あ、やべ。落としまった。俺のハート。俺のハート、あー、とりあえずチェックポイントだけ触っておこう。全部取ろうとすると少々よろしない。あ、やられてしまった。おお、ヘビー、お前ら復活するのか。さて、どうしたものかな。押してこんな感じかな。ここが少々厳しい。あー、これ角度ね、合ってれば1回でいけるな。こんな感じで押していこう。敵を全滅させるとボーナスみたいなのもあるのかもしれないね。どっちかな、上かな。上にも行けそうではあるんだけど、よし、
あれ全然無視でも良かったですね。道中のものを取り忘れている。うん。Broken Bridge。壊れた橋。おお。あ、これどうなの？これで倒せる？倒せる。ちょっとわかりにくいけど倒せる。下なんかありそう。BGM も結構いい感じですね。この花は若干背景と同化してるので、もうちょっとここだと分かりやすいんだけど、ここだとまだ分かりやすい方だけど、場所によってはちょっと同化してる感じがあるので、もうちょっと色違ってもいいかもしれないですね。おっと、こういう作りいいですね。あ、これはギリギリなのでは。あ、いけたいけた。あ、行き外した。これね、ちょうど最近プレイした別ゲーの話になってしまうんですけど、やっぱり敵配置、敵をくぐり抜けた後トラップがあって死んじゃうとかっていうところは、そこ嫌にならないような配置っていうの大事なんですよね。ただ嫌らしいだけの配置ではなくて、あそこスイッチあったんだね、俺はいい動線。ただ嫌な配置になってるだけではなくて、ちゃんと避けられるようなプレイにストレスを与えないような配置っていうの大事なんですよね。さっきのがちょうどそういう配置だったので、いい作りだなって思いますね、個人的には。なるほど、これは倒せない。こうはできるけど、うん、間に合うか。上に何かあるパターンじゃない？あ、やっぱり？現在のデモ版では当然あれを集めたからどうっていう話なんですけど、やっぱり取りたくなるよね。あ、やべ、どっちも死なないんだけど、こういうキノコの仕掛けとかを見てると、ソニック&ナックルズとか思い出しますね。あのイニシエの危機、メガドライブとかでプレイ可能な作品ですね。もう今ではレトロゲームではなくてアーティファクトって呼ばれてるって聞いたけど、俺は。ああ、テトリスが始まるんじゃないのか。いや、テトリス始まるみたいだな、若干。これあれか、こうやって倒すか。なるほど。あ、ダメだった。思ってた通りのことはさすがにできなかった。あいつの真横に行ってテトリス攻略をやる予定だったんだけど、こう。やべ、いけるか。やっぱり近くだと連射が効くので倒すの早いですね。正しい倒し方がどうかは不明ですが。しっかりボスもあるんですね。おっと、これは2段ジャンプか、羽みたいなマークっぽい2段ジャンプか。兄弟スパイルアブサーバーニューアビリティダブルジャンプ、よっしゃ。あ、これは動きがいい、非常に滑らか動き。ブローケンブリッジ、うん、さすがにまあここら辺で終了ですよね。いや、面白かったですね。バックトゥメインメニュー、いや、操作性が非常にいいですね。で、ダブルジャンプの今ドット絵も見ましたけど、動きも非常にいいですね。やっぱりなんかダブルジャンプが取れそうな感じのジャンプがギリギリさだったので、プラットフォームが。ただそうすると、最初にクリアしたステージとかをまたダブルジャンプや他の能力を持った状態で再度プレイすることが可能なのかな。少しこのタイプのゲームで面倒になってくるのが、メトロイドバニア系作品ではないんだけど、そのいわゆる後半で入手した能力を前半でどこかで使わないと全てのアイテムが取れないとかだと少々面倒に感じてしまう場合があるんですね。そこら辺のバランスが重要だったりしますね。メトロイドバニア系だと必然的にそこを通るか通らなくてもいいという状態なので、こちらだと例えばいくら頑張っても1周目だと宝石は全部取れないよだとちょっとプレイヤーが嫌になってしまう場合があったりしますね。そこら辺はプレイヤーにもよるし、その製品自体の
作品自体のバランスなどにもよります。いや非常にでもいいですね。攻撃方法が現在はシンプルで他にも何か合意方法が追加される可能性はありますが、この攻撃方法だけでも十分です。ぶっちゃけこれが面白い。ジャンプも追加されて、移動能力が良くなって、そうですね、そうですね、さらに面白くなると思いますが、ぶっちゃけあれがなかったとしても十分に面白かった、クオリティの高い作品ですね。これはかなり期待できる作品なので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。かなり面白いです。現時点でも面白い、触って楽しいタイプの古典的な横スクロールステージクリア型のプラットフォーマーですね。さてと、ではタイニートール、こんなところでプレイを終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信もたまにしているので、ぜひ遊びに来てください。動画下記の概要欄の方に今作のストアページ、私のツイッターへのリンクなどを貼らせていただいているので、気軽にフォロー&チェックください。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。ご視聴ありがとうございました。